本当にね、一切れでも満足できるように。あほら、かわいい、かわいいですね。どうも、料理のりさん、リュウジです。今回はですね、最近ね、よく言われるんです、リュウジさん、魚料理ないじゃないですかと。で、なんで僕魚料理しないかっていうと、近所のスーパーにほぼ魚が売ってないっていう、いつもないんですけども、今回はね、買ってきました、ブリの切り身。これをね、でもお魚って結構ちっちゃくて結構高かったりするから、なかなか手出せないっていう方もいらっしゃると思うんですけども、このちっちゃいブリがですね、ボリュームアップする最高のブリのピカタっていうレシピで、超簡単でいきます。やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料紹介、もうね、ここに載ってるのだけです。ブリ、ニンニク一かけ、ブリは2切れですね、だいたい 140g から 150g ぐらいのものです。で、あと卵1個、もうそれだけ。付け合わせでサラダ欲しい人はまあなんか野菜とかつけてください。僕はいらないんで、これでやる。今回はね、やっぱりブリのピカタっていう、まあお魚料理って結構皆さん大変なイメージあると思うんですけども、今回はね、すごく簡単、すごく簡単なので、飲むお酒も簡単なものにしたいなというふうに思います。ここにあの一押し組んで入れたウイスキーを入れます。で、こう優しくこう回転させると、はい、もう世界一簡単なハイボールの完成ですね。はい、いただきます。くー、なんかいつまで聞く気がすんな。ということでやっていきたいと思います。まずね、もう、まあ、もう一緒に焼いちゃうんで、あのまずね、ニンニク潰す。はい、もう潰すだけ、潰して、まあ、芯だけ取っときましょうか。もうこれで OK で、次ブリです。ブリはね、塩コショウします。あ、もう適量ですね、これはね。で、薄力粉、薄力粉を振っておきます。最近はね、こういうフルタイプがあるんで、これ簡単なんでね、これやるとすごい、あの薄力粉振るお料理も結構あの簡単にできますんで、こういうの買った方がいいかもしれないですね、はい、結構ね、はたいちゃっていいです。はい、これぐらい結構ね、はたいちゃう。そうすると卵の付きが良くなるんですね。はい、はい、こんな感じですね。じゃあ次にね、卵割ります。で、ここにコンソメ小さじ半分入れます。これね、味付けのため、あ、卵にもね、味が入ってないとちょっと味ぼやけるんで、入れてください。で、お箸ないし、まあこの泡立て器とかがあるとね、非常にあの混ぜやすくなります。あのコンソメって粒子が大きいので、ちょっとよく混ぜて、この卵の液に、このコンソメで溶かし込んであげた方がいいです。じゃ、これでね、下ごしらえは OK なんで、もうね、焼き、今回はね、オリーブオイルで焼いていくんですね。はい、オリーブオイル入れてください。だいたい大さじ1杯、あのもしこってりなのが好きな方はオリーブオイル半分にバター半分とかでやっても美味しいです。ここにニンニク入れます。ニンニクはね、あのみじん切りとかじゃないです。この砕いたのを入れると油にニンニクの香りだけ移って、ちょうどいいニンニクの香りがするんですね。で、ちょっとパチ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 させておきます。そしたらですね、さっきのブリ、こいつを卵液につけちゃう、ね、もう一個も入れちゃいましょう、はい、絡ませちゃう。はい、で、シュワ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 いってきましたね。そうしましたら、ここにブリを、こっちも入って、火加減はね、中火ぐらいで大丈夫です。で、ちょっとじっくり焼いていきますよ。で、これね、卵液残ってるじゃないですか。これね、ピカタってまたつけながら焼くって料理なんですよ。これね、かけちゃう、かけてからひっくり返す、かけてからひっくり返す、はい、ほら、もう美味しそうでしょ。で、ニンニクはこうちょっと焦げてきたんで取っておく。で、両面焼いていくんですけども、油をこう絡ませながら焼いて、また卵の液かけて、はい、かけましょう。で、かけていく。で、卵をまとめていく。こうするとね、ブリがね、めちゃくちゃボリューミーになってきます。そしたら、ポンと、はい、こっちもポンと、これね、卵をね、まとわせるんですね。本当にね、一切れでも満足できるようになる。で、またかけて、全部かかったら、ヘラでね、ブリにまとわせてくださいね、これね、はい、よいしょ、はい、焼き目もすごく綺麗でしょ、これ。このやり方でやるとね、非常にブリがね、
美味しくいただけます。卵焼けましたら、もう中までね、火通ってると思いますね。これ盛り付けです。もうね、ドカッとね、盛り付けちゃいましょう。こんな感じですね。バランス考える方はここら辺にお野菜持っていただいてもいいんですけども、このままでもめっちゃ美味しいです。めちゃくちゃ美味しいんですけども、あればケチャップとかね、ここに絞っていただいても大丈夫です。はい、ピカタだからいつものやつです。ちょっと添えてあげるとかなりね、パセリをちょこっとかけてあげると、あほら、かわいい、かわいいですね、本当にね、かわいい、アンハサウェイみたいですね。はい、じゃあ完成です。ブルーベリーライスです。でもピカタだからワインじゃね。じゃあいただきます。すっごい柔らかい、ふわふわ、うめえなんだこれ、ブリふわっふわですよ。薄力粉はたいてから卵焼きつけて焼いてるんで、ブリの水分が蒸発しないからめっちゃふわふわなんですね。舌でとろけますよ。このまんまでもレストランの味です。じゃあケチャップ、あーうー、めっちゃうまい。これちょっとツーマスタードどうだ、うん、やばい、普通に焼くより全然好きかもしれない。卵でボリュームアップされてるんですけど、卵の風味とコンソメの味付けがすごく効いてますね。ニンニクの味がふわっと香ってパンチもあるんですよね。これめちゃくちゃうまいわ。なんで今までやんなかったんだこれ。僕の推奨する味変が卵使ってるんで、粉チーズもね合うんじゃないかなと。あとね、黒胡椒、うん、あ、これは完全にワインです。これは食ってもらいましょう。サブチャンス、イエーイ、いただきます。そのままいってください。うーん、すごいね。めっちゃうまいでしょ。うん、ふわふわでジューシー、すごっ。このままご飯食べれるし、いいよね。味変したらもう最後までご飯止まらないし、すごっ。いやもう最高、ピカタの天才、ピカタの天才です。私ごさんす、イエーイ、よしい。今回のブリの仕方いかがでしょうか。ブリだけじゃなくてお魚の切り身だったら大体美味しくなる神レシピ、この手法だけ覚えていただければ、お魚がですねボリューミーで毎日食べられるぐらいのメインディッシュになりますので、このやり方ぜひ覚えてほしいです。ぜひ作ってみてください。あんまり魚料理やってなかったから倍うまいねやりましょうよ、やっちまいましょう、喧嘩しようぜいや喧嘩したくない、喧嘩しようぜいや、これはすごいね。めっちゃいいじゃん。前だと鶏むね肉のピカタもして、うん、やった動画出してるけど、うん、あの時の味もすごい覚えてるけど、うん、あれ結構作ってるんだけど、うん、なんかすごいね、鶏とブリでこんなに違うのかっていう。ブリ全然違うよね。全然違う、うん。